はい、翔くん。こんばんは。中学3年生。三平方の定理を、まあ中心に今日はね、まあいろいろやりましたけど、まあとりあえず三平方の定理からとりあえず引っ張ってきました。まずはね、3つのことをまずは確認しようかなと思います。三平方の定理を使うと、わからない一辺が、わかってしまう。すると平面図形に対しても、空間図形に対してもどんどん広がりが出てくるね。それゆえ三平方の定理を勉強してしまうとかなり奥行きの深い問題を出すことができるんだ。だからちょびっと難しくなってくるのよ。ここしっかり確認しておこうね。まず3つちょっと今日はね拾い上げてきました。まず円錐の高さ、これはまあ一番わかりやすいね。5cm、母線、半径が、底面の半径が 3cm、 高さが何 cm ですか。そしたら体積とか表面積とか側面積とか出るじゃないですかという話です。ではこれはまあ普通に、三平方の定理で高さを求めていきます。高さは斜辺の事情から、その他の辺の事情を引けばいいので、こんな形で出すことができちゃいますよね。ごめんなさいね、簡単なようにもうルートをつけちゃって事情引く事情か事情足す事情で求めてしまいます。イコールルート25引くことの左三が9ということはルート16、おお、4センチだっていうことがここで見えたんですね。すると体積はガンタンピーね、底面積かける高さかける3分の1、錐体だからね。なので底面積は3の事情 π かける今出してきた高さ、そしてそれに3分の1をかけてしまえば出来上がり、ね、9π かける4かける3分の1なので約分できるよね。 12π、まあここで言えば立方センチメートルと、こんな形で出てきます。さあこれでちょっとだけ復習もしとこうかななんて思って、円錐が出たのでね、側面積は扇形になるじゃないですかね。母線が5センチですよ。でここについている半径、これが3センチ、今こんな状況ですね。もうちょっと中心角でかいな、でもこんな状況です。この側面積は扇形、これになります。この扇形を求めるのはなんと必殺技ね。必殺技その1で求めることができた。必殺技を使います。必殺投げになっちゃいますこれね。必殺技を使いますよ。さあ必殺技は何ですか。ハーボーパイ、半径かける母線かけるパイ、半径かける母線かけるパイでこいつが出てしまうんですね。半径というのは底面の半径です。母線というのはここですね、側面を作る長さのことですね。はい、そしてこれですね、回転体のね、3×5×π、 これでおしまいなんです。なので 3×5×π イコール 15π、 これが 15π 平方センチメートルというのが、この側面積、そして底面積は 9π だから、まあ、表面積求めなさいって言った時は 24π 平方センチメートルと、こんな形になります。もう一回だけ確認しておきます。円錐の側面積、これは半径かける母線かける π、 ハボパイで出てしまいますので覚えておいてね。はい、それでは三平方の定理へ戻ります。ナンバー2、2点間の距離、ここに A32 という点、123、1232という点、 B-2-2 という点、-12、-12、-2、-2という点ですね。そしたら AB を求めたい、AB の長さを求めたいから直角三角形を作ってあげてください。メモリを見ましょう。1234、ここから読もう。1234555の長さ、4という長さと5の長さですね。なので AB は、あ、これ書いてあった、 AB はルートの斜辺だから足し算、5の事情を足すことの4の事情で出てきます。ルート25プラス16イコールルート41、まあ素数なんでこのままで終わりますね。ルート41とこうやって出てきます。
これも実はですね、まあ、公式めいたものがあって、例えばこの図ね、座標を取って図書かなくても実は求めることができるので、それを報告しておりますね。それは AB 間の2点間の距離はルート X 座標から X 座標を引いて事乗します。そして Y 座標から Y 座標を引いて事乗して、それを足してあげたら出来上がりです。さあ実際にここで、確認をしてみたいと思います。これからこれ、これからこれ引きますかね。どっちからどっち引いても全然大丈夫だからね。なぜかというと事乗しちゃうんでね、絶対1さえ出れば大丈夫だね。マイナス2引く3、マイナス2マイナス3括弧の事乗プラス y 引く y、マイナス2マイナス2の括弧の事乗、さあどうなってますか。マイナス5の括弧の事乗プラスマイナス4の括弧の事乗、はい、同じですよね。マイナスは事乗してしまえば一緒なんですよ。ほら出た。ということでこれも一つ覚えておくと、とんでもない武器になってくるわけですよ。だって2点の座標が出てたら長さが分かっちゃうってことでしょ。お、素晴らしいことじゃないですか。画期的なことですよ。はい、最後いきます。これは直方体の対角線、空間図形の直方体の対角線っていうのは一番長いところの空間の部分の対角線、これを言います。つまりここで言うと BH、 まあ AG でも BF でもそうですが同じ長さになりますけれど、この BH、 この長さを求めます。そのためにはここの三角形の直角三角形で三平方の定理を持ってきます。でまたさらにそのためには5センチ出てるけど FH の長さが出てこないとダメですね。なので FH の長さはこの直角三角形を用いて、手前の直角三角形にしちゃいましょうかね、これを用いて持ってきます。それでは FH 君をまず出しましょう。これ斜辺ですから7の事乗足す4の事乗ですね。7の事乗足す4の事乗イコールルート49プラス16ですね。ルート65っていう形で出てきます。はい、 FH 君ルート65。そしたらルート65と、ここルート65出たので、これと5でかまして BH 君が出てくる。はい、 BH 君ですね。ルート65の括弧の事乗プラスことの5の事乗ですね。ルート65を足すことの25です、イコールルート90と出まして、これは3ルート10ですよね。 9 かけるルート10なんで、ね、こんな形で求めることができました。実はこれもですね、公式めいたものがちょこっとありまして、今よくよく考えてみると3つの辺の平方を足したんです、事乗を足したんですよ実はね。それゆえもし3つの辺が、ここが A、ね、ここが B、 そしてここが C という辺があったら、この BH 君の長さは、対角線の長さはね、 A の事乗と B の事乗と C の事乗を足してあげると出てしまうよと、まあ、そういう流れであります。まあ、これ覚えなくても全然いいんですよ。今の出し方を覚えている方が一番ためになります。でもあっさりと出てくるので、そんなの余裕のある人覚えちゃうかね。こんなんで出来上がります。三平方の定理、簡単ですが奥行きが深いので、ぜひ何でも使えるようにしておこうじゃないですか。ではまた。